ピーター・ウィッティンガムはイングランド・ナニートン出身のサッカー選手。ポジションは MF。アストンビラ FC のアカデミーで育成された。プレーを始めた当初はセントラルミッドフィールダーだったが、ウィング、サイドハーフ、セカンドトップとしてプレーすることもできる。2002年には FA ユースカップを制覇した。2003年4月にトップチームデビューを果たすと、 翌シーズンは主力に定着しリーグ戦32試合に出場した。しかしその後はポジション確保に苦戦し、バーンディー FC 及びダービーカウンティ FC へのレンタル移籍を経て2007年1月にカーディフシティ FC に完全移籍した。カーディフでは在籍11シーズンで457試合出場、96ゴールを記録。 2013年にはチャンピオンシップで優勝し、FA カップでは2008年、リーグカップでは2012年に決勝に進出した。2090シーズンは20ゴールを挙げて、リーグ得点王を獲得し、チャンピオンシップの年間ベストイレブンに3度、選出された。2016から17シーズン終了後に、給与の減額を達診されるが、これを拒否し、カーディフとの契約を満了。 翌月6月13日にブラックバンドローバーズ FC と2年契約を締結した。2017から18シーズン終了後にクラブを退団し、フリーとなる。2020年3月7日、バリーにあるパブで偶発的な転倒により、頭部を打ちつけ、病院に運ばれていた。その後、生命維持装置をつけて入院していたが、19日に死去が発表された。 ユース年代のイングランド代表歴がある。ありがとうございます。